はい、別館ですけれども、別館です、はい、まあ、今日も相変わらず、はい、出てますね、週刊新潮のとんでも記事をね、はいはい、皆さん紹介したいと思います、うん、これがでもねプロパガンダの反皇室反日プロパガンダなんですよ、はい、この週刊新潮がなんか保守系のあれなんて思っちゃいけませんから ね、これね、私は好きでしたけどね、完全に反日新あの、ね、はい、週刊時々いい記事載せるんですよ、はい、先週のように、ね、平井さんの、ね、記事みたいな、うん、まあ、はい、あのそれから高山さんの、ね、はい、コラムは素敵です、いいコーナーです、これは立ち読みしてください、はい、この偏見時代ってのはね、はい、というようなことなんですけど、はい、さあ 今週はまた、はい、相変わらず相変わらずです。それでもあの小室圭さんが、まあ、弁護士試験に受かったのは良かったですよね、そうそうそう、よく頑張りましたね、まあ、はい、努力が実って良かったです、なんかこのことでもう手癖で引いてたやつらがちょっとがっくりしたんじゃないかなっていうね、まあだからもういいじゃないですか、生活の基盤もね、はい、これで確立するわけだから、はい、もういいと思いますよ、ね、あのもう普通の生活をね、はい、させてあげたらどうでしょうか、うん、静かにね、追いかけ回したりしないでね、そうそう、こんな風に毎週毎週なんだかんだと余計なお世話なね意見を載せなくてもいいと思いますよ、うん、はい、それでね、はい、第一子とかね、こういうね、うん、あの出産とかね、こういう問題っていうのは、こんなことを例えばね、うん、余計なお世話なんだけども、それ以上にね、はい、これ女性に対するね、うん、これ差別的なね、子供産まなきゃいけないとか産むとかね、まあちょっと別のね、あの本編の方でも言いましたけど、あの子供を産む産まないとか、あるいは産める産めないとかね、いろんな条件があるわけですよ、はい、肉体的な条件やね、経済的な条件とかいろいろあるからね、その第一子がどうだとかね、そんなこと言うかと、そう、でそのためにその、うん、悠仁殿下や愛子内親王殿下の時に、うん、あのその出産の場にいらしたその女性の、うん、女医さんの産婦人科のお医者さんがニューヨークにこうおいでになってるの、うん、極秘でおいでになって、うん、で眞子さまと会ってなんかそういう話をしたんじゃないかって、これも想像ですよね、想像ですよ、でしかもこんな風に週刊誌で報じるってことは別に極秘でも何でもない、うん、だ誰か誰かがこうね、こう言ったみたいだよっていう、うん、それがね嫌な感じですよね、だっていろいろお付き合いでね、女性っていうのはね、はい、女医さんにかかったりするわけだから、たまたまニューヨークに旅行したらね、じゃあちょっと会いましょうかとかね、いうことあるわけで、まあ、ご子息がニューヨークなので、うん、そのお子さんに会いに行ったって、うん、それをまたこじつけてその、うん、今後 あの子供こう妊活っていうんですか、妊娠妊活、そうそう、それのアドバイスをしたんじゃないかですとか、ね、そんなのね、まだつい結婚したばっかりでしょ、まだ1年ですよ、そうですよ、はい、はい、まだまだそんな超高齢出産とかね、そんなもんじゃないんだから、うん、それとね、高齢出産だろうと低齢出産だろうとね、はいはい、あの余計なお世話だろうとでね、本当にね、はい、これね、心痛む人はね、例えば本当に体のね、うん、具合でこう子供をもう、ね、そうです、そうです、産めない女性だっているわけですよ、はい、産みたくても産めない女性もいる、うん、こういうことでね、その授かり物って言いますけどね、はい、あのこれは本当に私不愉快っていうか、こう嫌な野郎だなと思うね、こう女性の皆さんそう思わないですか、思いますよ、平気でそういうデリケートなことを、うん、あのわざわざ記事にして、うん、おそらくそのタイトルっていうのは、うん、その新聞にもね、乗るでしょうし、はいはい、電車乗ったらね、電車の中吊りにもそういうね、うん、第一子がどうのこうのっていうのが乗るわけでしょうし、うん、第一子の鍵を握る女医って、ね、何なんですかね、その女医さんに対しても、ね、あのね、女医さん対して失礼ですよね、うん、こんなこういうね、あの第一子とかね、これもう、うん、いわゆる普通の、はい、あの親戚交換した人だから、はい、もうね、普通の方なんで、うん、普通に若い夫婦がね、はい、静かに、まあ、元皇族の、ね、方なんだから、逆に第一子とか第二子関係ないですよ、うん、これ、ね、今もう、あの、眞子さまの場合はね、はい、あのだからそういうふうに見守ってやればいいのに、うん、第一子がどうだ第二子がどうだってね、はい、これだからなぜかっていうと、女性のね、あの、まあ、一子のまあ、はっきり言うと小室さんと、ね、うん、はい、眞子さまの間に生まれたお子様は、うん、もうこれ小室系統でね、小室家のね、はい、もうあの男系男子じゃないですからね、はい、いくら男の子がお生まれになってもそうだし、はい、関係ないのにこういう第一子だなんだって騒ぐのは、はい、女系論者なんですよ、あ、こういうことでその、はい、注目させたいっていうね、うん、
あの冗談じゃありませんよってことですね、はい、そうですね。こういう悪どい政治的などす黒い思惑とかね、うん、こういうのがあってね、それからゲス、ね、それはね、ゲスの勘繰りとか ね、 ですよね、ゲスの根性というね、そういう時に使う言葉ですね。そういうことですね、うん、まあ高島さんもずっと皇室報道昔からね、日テレの時代から放送記者とかね、レポーターでやってきたんだけど、ここまでじゃなかったでしょ。私は当時は私は、うん、あの週刊新潮が好きな雑誌で読んでましたし、うん、週刊文春さんだってすごく、うん、あの取材力のあるところなので、うん、読んでましたけど、今もなんかタイトル見ただけでも結構もうなんかいっぱいもう見ないっていうところまで来ちゃってますもん、うん、あの週刊誌ってのはもちろんね、うんうん、あの下世話の話とかね、はい、こういうの取り上げるっていうのはもちろんあるんだけど、うん、これはもうね限度超えてますね、うん、反論できない立場の方をここまで叩くか、うん、ここまで、うん、あの鍵かっこつきで匿名の報道をするかっていうところがね、うん、卑怯な気がして、私嫌ですね、こういうのはね。いやちゃんと、うん、いやそこなんですよ、はい、この記者はちゃんと書けよと、うん、名前あれ、これからもう皇室報道の場合は、はい、あの皇室関係者っつったら誰なんだっていうね、そういうことやるべきだということを、やるべきだと思いますよ皆さん、うん、相変わらずですから週刊新潮は、はい、読まない、買わない、はい、読ませないと、はい、いや文春も今回はちらっと触れてますけれども、はい、その辺小室家の逆襲みたいなことも何ですか、そのなんか逆襲とかっていう、一応ちょっと見せますね、一応ね、一応こちらも、はい、あのはい、はい、なんかね過激なタイトルですけれどもね、特別待遇450日って、やっぱりこの特別待遇っていうこのたった4文字の言葉ですけれども、いろんなことをね、うん、あの想像させるような4文字じゃないですか、うん、そう、ね、嫌がらせですよ、嫌な感じがしますよね、うん、意地悪だと思います、そうですよ、うん、なんだか知らないけど、はい、これね佳代さんのことって、佳代さん入信個室料払わずとも勝手にしろっていうね、うんですね、別に佳代さん普通の人じゃないですか、もう、ね、一般の方ですから ね、うん、もうね、まあ、というようなことで、うん、相変わらずこういうゲスの勘繰りとね、うん、ゲスな記事を書いてるのが、こっちの、はい、あどちら、ね、こっちか、はい、ということですね、ね、はい、皆さん、はい、そういうことでもう一回言っておきます、うん、週刊新潮は読まない、買わない、読ませない、読ませないということで、はい、今週の別刊以上です。